花の雲、金は上のか浅草か、江戸は八百八丁町将軍様のお膝元、ここ陰身を極める浅草観音境内、田舎者の漁師陣八と娘お米の江戸見物。本に江戸は賑やかだね、お父っつぁん。ああ、見るもの聞くもの珍しいものばかりだが、お米、ね、江戸は生き馬の目を抜くというから気をつけろや。あい、万竜剣道場の悪門人黒崎天禅。よたよた、万竜剣道場の門人ながら評判の良くない悪侍、黒崎天禅と渡り郷太夫の二人。こりゃって無礼者め、武士に突き当たるとは不らちなやつ、そこへ直れ。陣八親子に因縁をつける。どうぞお許しくださいませ、この通りでござります、どうぞ。ならんならん、そこへ直れ。一刀両断にしてくれるわ。お許しをどうぞ、お許しくださりませ、お侍様、どうぞ。そこへ通りかかった万竜剣のせがれ万五郎、騒ぎを聞きつけてやってまいります。こりゃ、ほれ静まれ、静まらんか、静かにいたせ。何もする、話いって話さんか、こしゃくな。んて、何をすよ、邪魔だってすなって。これはいかん、若先生だ、相手が悪い。若先生か。二人は方法の手で逃げていった。危ないところはありがとうございました。御礼を申し上げます、本にありがとうございました。お名前をお伺いしとうござります、どうぞお聞かせくださりませ、どうぞ。名乗るほどのものではない、江戸には善人ばかりおらぬ、悪侍には重々気をつけるがよい。ありがとうございました、大層立派なお方じゃ。本に凛々しいお方、定めし名のあるお方であろう。一体どこどどなた様で。命の恩人。ああ、とっつぁん知らねえのかい。あれはね、立派な図で、あの方やら日本一の渋川先生の若さ、さすが大したもんだな。渋川先生の若さま。渋川番五郎先生だ。両国栄光院の相撲場、魚や金八に誘われまして、番五郎を相撲見物。赤先生面白いから入ってみましょうよ、ねえ。取り組みも進みまして飛び入り相撲、力自慢が次々に土俵に上がり腕を競う。しっかりやれ、おーい、頑張れ。渡り郷太夫が奮い立った。傲慢なる渡り郷太夫。よし、拙者が今度は相手だ。よし、
おい、ドサピン引っ込んでろ。出る幕じゃねえぞ。いやいや。関取を出せ、目に物見せてくれ。さあ、関取を出さんか。盛んに機嫌を上げております。お侍が関取を出せと。よし、わしが一番相手をしよう。おい、侍に負けるな。おい、頑張ってくれよ。おい、江戸っ子やんややんや。渡り豪太夫は自信満々。乗った乗った乗った。どうじゃ。卑怯な渡り豪太夫は逆手を用いて力士を任す。なんとるやつじゃ。あれはひどい、先生。文句あるか。わしの勝ちじゃ。わしの勝ちじゃ。どうじゃ。番五郎は怒って土俵に上がる。先生やっつけとくのだよ。禁じ手の逆手を使用するとは不らちな。拙者が相手じゃ。参れ。何をって。番五郎先生やっつけておくんだぜ。俺っちがついてる。番五郎先生。江戸っ子の声援を背に受けまして、番五郎が完全と渡り豪太夫に立ち向かってゆく。太夫を倒した。わっと上がった歓声は土俵を揺るがすばかりなり。勝った勝った、さすが赤先生だ。いやいや。江戸っ子口々に番五郎の豪遊をたたえ、境内に去る。収まらないのが豪太夫。黒崎天禅に相撲の次第を物語った。かっかくしかじか。番五郎め。黒崎は早速番五郎の父万龍拳に異彩もたらす。道場以外ではやあらを使ってはならぬ掟を若先生番五郎殿から破っては困ります。何、番五郎がやあらを使ったと。それはまことか。あ、飛び入り勝手相撲に出まして。なんと、捨ておけぬ。番五郎を呼べ。はっ。黒崎天禅が万龍拳に古代なる告げ口をしたため、番五郎は呼びつけられ、ついに感動を命じられ。道場以外で柔を使ったとは何たる旅外者。家訓を破ったからには今日限り感動じゃ。よいな。父上、渡り五代を懲らしめんとて用いました。決して乱りには用いてはおりませぬ。どうぞ。ならんならん、修行が足りぬ。出て行くがよい、万五郎。父上、それはあまりのお言葉。親子の縁を今日限り切る。出て行くがよい。父上、父上様、どうぞお許しくださいませ。兄上は父上の後を継ぐ第一の身。感動だけはどうか、どうかお許しくださりませ、父上様。ならんならぬ感動じゃ。父の心岩物ごとく、あくまで厳しく番五郎に向けられた。これもすべて我が子を思うがゆえの親心。番五郎静かに神戸を垂れ、父の命に服すのでありました。顔も見とうはない。早う立ちそれいって。父上、お言葉身にしみましてござります。兄上、お
たわしや。千代の父上のことをくれぐれも頼むぞ。宗平と幾久しゅう仲睦まじくの。兄上様。泣くな。いずれ父上のお怒りも解ける日があろう。若先生、父上と千代のをよろしゅう頼むぞ。妹千代のやその言い名付け佐々木宗平が取りなしたが許されず、晩頃を小然と門を譲る。こたびのこと父上にお分かりいただける時節もあろう。さらばじゃ。兄上様。千代のに化粧する黒崎天然。千代の殿諦められ、番五郎殿は感動の身じゃ。お話を。番五郎殿に非がある致し方ない。ほなれ、黒崎め、いらざることを。なんと、うん、胸に一物邪神天然、番五郎を放逐ししてやったりと北斎も、まことに憎き乾物ではあります。屋敷を後にした番五郎だが、しかし行くあてとてなく、黙念と歩む川のほとり。水の流れと我が行く末は浮かんで湧きうる歌かたか。おや、若先生じゃござんせんか。どうしなすったんで。ぼんやりなすって、一体どうなすったんです。え、おお、金八か。いや、実は司祭よって父の不況を買い感動の身とはなった。身の置きどころとてなく工事果てていた。はあ、感動。そりゃお気の毒にね。あ、そうだ、どうです。足も江戸っ子の足黒で、若先生お一人ぐらいお世話できます。どうぞ足んとこへおいでくださいまし。これはありがたい厄介になろう。金八は宵越しの銭もたぬ切符とて、家の中は火の車。今日も今日とて駆け取りが。いつ洗ってくれるんで。止まってんだぞ。えさあ、払ってもらえねえうちは帰らねえ。そう、とっとっと払え。うるせえや、この桃園木。銭があったらいつでも洗ってやら。てめえら、とっとと帰らねえた、かねら。おととい来やがるから、ぶっ殺すち。ざまあ、見ろい。女房おたつは心配顔。食いぶちが一人増えたんだよ。お前さん、どうするつもり。金八の暮らしを助けるため、番五郎は天秤担ぎ、魚を売り歩く身とはなった。一日歩いても一匹も売れぬ。慣れぬこととてなかなか売れぬ。足を棒にして売り歩いております。したたかに酩酊した中間連れが、痛えな、ちくしょう、ぶつかりやがって。あいていていて、怪我しなかった。あいていて、この野郎、ぶつかりやがって何の挨拶もないとは。こら、魚屋、なんとか言え。こら、たく、怪我したじゃねえかよ。これは、あい、すまん。これは、すまぬことをした。この通り、謝る。侍みたいな口聞きやがって、おかしな魚屋め。許せ。何よ、てめえ、ふざけやがって。さあ、逆手出せ。逆手を出しやがれ、この野郎。出さねえか。いや、金はない。魚が売れぬによって金はない。おかしな野郎だ、この野郎。金がねえなら、この通り。許せ、許してくれ、この通り、謝る、じゃによって。何、減らず口叩きんで、この野郎め、こっちくしょめ。とんでもない野郎だ、この野郎、こっちくしょ。中間に散々嘲着される。じっとこらえる番五郎。この様子を木陰から見ておりました黒崎天然。あれはマーティこれはこれは番五郎先生によく似た魚屋。
中元堂にあれだけ罵られても手向かい一つできぬとは、呆れ果てたる意気地なし。貴様それでも男か。こりゃ魚や。どうしたん。万五郎はただひたすら天禅の輪っこを雑言に食べる。どうしたこりゃ、渋川の若先生が魚屋に身を落とすとは。だがよう似合うておるわ。いいざまじゃ。いいざまじゃ。うん、己天然め。悔しさかみしめつつ、ならぬ堪忍するが堪忍、忍の一時の番五郎。おのれ。朝山一伝祭は番五郎の文字。黒崎め門弟の身でありながら無礼なやつ。それにしても番五郎よくぞこらえている。その夜、悪侍黒崎天禅は朝山一伝祭に呼び止められた。待て天禅、横暴が過ぎるぞ。なんと。天は見ておる。己の胸に手を当ててよく考えてみよ。その方の振る舞い目に余るぞ。貴様何者だ。朝山一伝祭、義によってその方の振る舞い懲らしめ申す。何を一伝祭、許さん。それ、己よくも。来い。水で清めいその邪心。見知ったか天禅め。破顔一生涼やかに立ち去ってゆく朝山一伝祭。おのれ憎き一伝祭、覚えておれよって。さてある日のこと、相撲茶屋の近く、なんといっても人々の人気の的は力士取り敵。その取り敵が二人何やら一騒動を起こしました。どうぞお静かに。どうぞこの通りでございます。どうぞお静かに。何、天下の関取をバカにする気か。てん、よーし。暴れ回る取り敵は相撲取りだけにめっぽう力が強い。困り果てて西の大関雪見川へ助けを求めた。西の大関雪見川は助け、どうぞお助けくださいまし。取り敵が暴れて手に負えません。どうぞどうぞお願いします。この通りで。よーし。こら静まれ静まれ。野郎ども、素人衆に怪我でもさせたら大変じゃ。静かにせんかい。やめんとあれば、この味が。対決一斉、指物力士も雪見川の気迫に押され退散。ありがとうございました。雪見川関、おかげさまで、ありがとうございました。悔しがったる取り敵は東の大関、岩石に中心に及ぶ。待て雪見川。おう岩石、昨日の礼だ。よくも弟子どもをかわいがってくれたな。このままじゃ引っ込みがつかねえ。岩石が相手だ。何を生意気な。素人衆へ手出しをするのは相撲の恥。それを沈めていちゃもんつけられる覚えはねえ。よし、覚えはねえだと、さらば力ずくで。よし、受けて立とう。
相手にとって不足はねえ、土俵と違った荒技で木っ端みじんだ。おーれ、よし、望むところだ。いえい、たなんだなんだと物見高い人々が集まる大変な騒ぎ。そこへ来合わせたのが番号のたちまち黒山の人。大変だ大変だ、東と西の大関同士の大喧嘩だ、大変だ大変だ、大変だ。何？番五郎は怪力にて松を引き抜く。待った待った、年に一度の祭礼に怪我人あっては世間の迷惑。異彩は後で聞くとして、腹も立とうが関取衆、この場は一番は死に任せてくれまいか。仲裁は時の氏神、そっちに依存がなけりゃ。お、観音様の境内を血で怪我しては愛すまん。松を引き抜いての番五郎の仲裁に、指し物力自慢も刀を鞘に収めた。さすがは大関、ありがたいありがたい、止め男の顔も立つ。はあ、若先生、いや一時はどうなることかとヒヤッとしやしたぜ。若先生が仲裁に選ばなかったらどうなってたか。やはりやらな赤先生だけあって見事だね。どうも惚れ惚れする。丸子を触ってよかったよかった。大事に至らず何よりでおった。さすがだよな。番五郎の剛力胆力、いずれも両大関の度肝を抜き振幅させた。人々一様に仲裁を喜ぶ。ああ、よかったよかった。お、では仲直りに一献。一献くらいいね。早速、早速、行きましょう。そうしたことがあってからほどなくして、魚屋金八の家へ立派な侍が訪ねてまいりました。あ、これはこれは、お武家様。拙者は有馬藩掛川三十郎と申す者。当家に渋川番五郎先生がご滞在か。おいででございます。早く若先生、さて早く。ただいま。ちょっと若先生、大変でございますよ。有馬藩からね、お侍が。有馬藩、よし。あ、先生、あ、おい先生、これはこれは、拙者渋川番五郎でござる。渋川先生、直ちに身元ご同路願いたい。有馬公じきじき、ぜひ渋川先生にお越しいただきたいとのお召しにござる。お殿様からのお召しだ。先生よかったね。だーでは早速に参ろう。ここは有馬港の江戸屋敷。志向しております雪見川に岩石。両名口を揃えて渋川番五郎の勇気と豪胆を称賛。番五郎の人物よく分かったぞ。申し上げます、渋川万竜拳が参っております。誠に立派な御仁でして、わしらもほとほと感心いたしました。何卒お殿様のお力で親子の復縁を。分かった、任せておけ。まず渋川万竜拳が召し出されます。三条つかまつりました渋川万竜拳にござります。お、当屋敷内大鳥の間に夜な夜な妖怪が現れこもっておる。そちの柔らによって退じてはくれぬか。は、
万竜拳必ず捕らえてお目にかけます。ご安心くだされませ。必ず共に、うん、では早速大鳥の間に。はは、続いて万五郎にも同じ役が仰せつけられた。あれなるが大鳥の間でござります。大鳥の間は明かり一つない真の闇。親子とも知らず互いに柔らを競う。おお、ついに取り押さえてみると、そは父の万竜拳。父上、ほうそちゃせがれ、せがれめに取り押さえられました。見事じゃ。父にも勝る腕となった万五郎、もはや感動も許されよう。まことの妖怪は霧島山の山中におる。ぜひとも万五郎退治いたしてくれよ。喧嘩の仲裁をしなすった万五郎先生のご気性と腕にわしら惚れ込んだ。感動の身と聞いて何とか許されるよう殿様にお願いをしたのさ。まずはめでたいめでたい。はあ、ありがたきことにござります。万五郎殿に御礼を申さぬか。まことにありがとう存じまする。万五郎父上、よかったよかった。久しぶりの親子対面に寒涙にむせびし万五郎を。かくして水杯を組み、有馬藩の霧島山中に生息する大雲大尉にと出立する。兄上様、どうぞご立派にお手柄を。どうぞご無事で。案ずるでない、思う存分の働きをな。吉報を待っておるぞ。いよいよ旅立ちの時。見送る者見送られる者、思いは深し川辺の別れ。風少々と時打を打つ。万五郎が有馬港の国表へ旅立ちの後、つつがなく日が過ぎたある日のこと、妹千代乃と門弟の宗妃へ夕立ちに会い、とある絵馬堂にて一休み。おお、こわ、千代の殿、千代の殿。ん、あれは千代のと総兵だ。ああ、胸が差し込んでなりませぬ。胸がいかがされましたか千代の殿。急に差し込む、それは困りましたな。しっかりなされ千代殿。ああ、胸が苦しい。そこへ黒崎天然が、えい、見つけたぞ、不義物じゃ、不義密通じゃ。不義物とは無礼の。いい名付けです。なんたる無礼。不義密通じゃ、えい。黒崎は通りかかった万竜拳に不義密通を告げる。不義密通でござるぞ、この両名は。何を申すか。二
二人はすでに親が許した許嫁の身じゃ。黒崎、その方こそ今日までの数々の悪事露見いたした。本日限り破門を申しつける。三つでござるぞ。って、それを。えい、くどい。うぬま破門じゃ。両愛者め。さっさと立ち去れ。離れ。これでよい、これでよい。千代の宗兵、一日も早う祝言をの。はい。それから数日後、万流源病の床に伏し、佐々木宗兵が大稽古を務めていた時、強豪水上武太夫が他流試合を申し込む。頼もう、道場主と手合わせ願いたい。先生はただいま病画中にて試合の儀はお断り申し上げ。いや、このまま帰るわけにはまいらん。遠路はるばる参ったのじゃ。お待ちくだされ。先生、ただいま水上武太夫と申す者が他流試合を申し入れておりまするが、渋川道場の名にかけて負けてはならんぞ。よいか、打ち破るのじゃ。わしが病でなければの。はっ。門弟が次々に破られる中、佐々木宗兵が武太夫に立ち向かった。だがしかし、屈強武太夫の力に宗兵あえなく破れた。他にいないのか、ふぬけぞろいじゃな。どうした。へえ、わしが相手じゃ。ついに病苦を押して立ったる万流家、鬼頭竜やわらの名にかけて必ず勝つ。へえ、それこそ望むところだ。露骨め、ひとひねりじゃ。それついに武太夫を倒す。おわなれ。父上。先生。力の身を頼りとする未熟者、心中の鍛錬が足りぬわ。もう一度出直してまいれ。早々に立ち去れ。さあ、早よこやつを叩き出してしまえ。残念じゃ。早よ立ち去れ。いいざまじゃ。なんとるざまじゃ。むね。これを恨みに思った水上武太夫、そして表には黒崎天禅が虎穴麻呂光道場を出てまいりました。水上武太夫。おお、貴殿は水上武太夫殿、どうしてここへ。同藩の吉見黒崎天禅、万流拳に負けた。あの老いぼれめ、拙者も恨みがある。よし、では二人で。数日後のある夜、水上と黒崎の二人は密かに万流拳を待ち伏せた。来たぞ。よし。卑怯者、何やつじゃ。なお、なぞれ。暴れ。ついに渋川万流拳強人に通る。駆けつけてまいりました千代野と宗兵の目に映じたものは、明けに染まった父の姿。父上様、父上様。無念じゃ。この仇は必ず。父上様。お、この印籠を。仇は憎き黒崎みなかみ、ご無念必ず晴らしまする。国表の事件を知らず、有馬藩霧島山に差し掛かりし渋川万五郎、村人に尋ね尋ねて目的地たる妖怪の住む山近く、
これこれ、あれなるは土蜘蛛の住む山か。お侍様、行くのはおよしなさいませ。何しろ恐ろしい化け物、あの山に踏み入った者は帰ってまいりませぬ。およしなさいませ。案ずるでない、拙者退治に参るのじゃ。めっそうもない。およしなさいませ。さらばじゃ。あの山じゃな。よし。行ってしもうた。お気の毒に、お気の毒に。やがて山奥にオウムも現る。新山幽谷、古よりの霊気漂い、あたりは席としておとなし。このあたり何やら怪しき気配。はーて、およ、よよ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 。なるやしろ。さては妖怪、油断がならぬ。これは面用の何やつじゃ。怪しいものではござりませぬ。しばらくしばらくお待ちくだされます。しばらくしばらく。そちゃ何者じゃ。山賀の者にござります。お侍様。はて、山賀殿。しばらくしばらくしばらく。待たぬか。お話をさっさ、私がご案内。見る間に大本変わった。己化け物を退治てくれん。手にかかれ。これなるは妖怪の住処。この中に逃げ込んだに相違あるまい。はーて、お村の衆、かくなる上は大雲をあぶり出すのじゃ。へ、あのあぶり出すと、火の力にて妖怪をあぶり出す妙案じゃろ。承知いたしましてござります。焚き木じゃ。焚き木を集めるのじゃ。たくさんにの。はかしこまりました。それではただいま。滝木じゃ、滝木じゃ。やれ運べ、それ運べ。滝木じゃ、滝木じゃ。それそれそれ。村人ら力合わせて滝木を集める。やがて猛然たる炎と煙が上がる。ついにたまらず妖怪は岩屋よりいずるので終わります。それ燃やせ、やれ燃やせ。
解明。覚悟せい、今度こそはその息の根を止めてやる。妖怪いずこに消えたか。現れおったなにくぎつしぐも、覚悟はよいか。世人を悩ましたる妖怪で、いざ潔く我が手にかかれ。さしも里人の神官サムからしめたる妖怪も、こういう番号楼の一頭に倒されたのであった。ついに霧島山の大雲を退治す里人の驚きと喜びはいかばかり。ああ、なんと強いお侍様、ありがたやありがたや。定めし名のあるお方であろう。お名前を。渋川番五郎じゃ。渋川様、ありがたきことにござります。父の敵を尋ねながら、一日も早く狂変を兄番五郎に知らせるべく、総兵と旅を続ける妹千代の、田上武太夫と黒崎天禅も同じ街道を下る途中の大井川。確かにあれは万竜剣の娘千代乃と佐々木宗平、よし計略を持って、何事かを測る。川の中へざんぶりた。それは妙案。面白い。面白い。よし。ごらごら。人足、ちと頼みたいことがある。真似をやるぞ、どうじゃ。お宝いただけるんで。ありがとうございます。どう、ありがとうございます。お宝だ、お宝だ。天禅は人足に金をやり、娘をさらうよう命ずる。どう、ありがとうございます。よし。金さえもらえや。お、来た来た。川を渡りたい。いいよがす、いい、さあさあお飲んなすって、さあどうぞどうぞ、お渡しいたしますよ。さあ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 どうぞ乗ったり乗ったり。千代の総兵を乗せた人足。やがて川の中ほどまで進んだ時、あらよっと。あらよっと。これ何をいたす、乱暴いたすの。静かにやれ、静かにやらんか。知ったこっちゃねえや。おお、そうともよ。こら面白くなってきたぜ。このあたり、こら乱暴いたすと、乱暴すと。総兵は川の中へ叩き込まれた。不らちなる人足め、ざまめろってんで。何の遺恨あって、けしからぬ人足とも。千代の殿、千代の殿は無事か。千代の殿。ようやくのことで岸にたどり着いた。千代の殿、千代の殿は。そしてそこへぬっと現れたは水上武太夫。
佐々木宗平め、冥府へ送ってやるぞ。えい、何をする。卑怯な水上武太夫、死の仇、覚悟。何をごしゃくな。傷を負った身で何ができる。んて、卑怯者め、なんたる卑怯なやつ。よのれ許さん。来るかて、だがしかし無念なるかな佐々木宗平、ついに魔人に倒る。これでよし、これでよし。一方天禅の差し金にて拉致されたる娘千代。好きにすい。一つ逃れてまた一つ、鳥のさえずる渓流のほとり。この辺りがちょうど。そうだな。さあ娘かわいがってやるぞ。出ろ。何をする。下がりゃ無礼者。えい、無礼を働くと許しませぬぞ。静かにするんだ、かわいがってやろうってんだ。下がりゃ、下がりゃ。静かにしろ。け、助けて。あれ、山漁師の正直人八が千代野の悲鳴を聞きつけた。あれはよし、助けてくれ。人八の鉄砲が千代野を救った。おおかわいそうにの、娘を気がしっかり持つだ。危ないところありがとうございました。何じゃの。もう大丈夫じゃ。さあさあ、わしの小屋へ。さあさあ。鴨を物色中のゴマの葉へのカンタ、茶店に休む番五郎を狙い、番五郎のそばへわざと財布を落とす。これでよして、おかしいな、ないぞ、ないぞ。いかがいたした。財布を落としまして困っております。何、財布との。はて、これではないのか。さようでざんす。どうありがとう存じました。お手間を取らせまして。よいよい。ちょっとお武家様待っておくなせ。中身を改めますので。何、のこみをとの。ちょっと待ちよ。あ、これは中身は石黒だ。お武家さん、ご冗談をしねえでください。金を返してもらいましょう。中身が石黒に変わって、さあ金を早く返してもらいましょう。何を申す。わしの預かり知らぬことじゃ。さような言いがかり聞き捨てならんぞ。何を言ってやろう、人の金盗みやがって。このお侍が人の金を取った、盗んだ。何を申すか。おいらの金を取ったんだこの侍が。許さんぞ。言いがかりをつけおって待て。悪剣を持って番五郎を怒らせ、関所へと逃げ込むカンタ。泥棒だ泥棒だ、あの侍泥棒だ。のけのけ。今ここに逃げ込んだ男が拙者に罪を着せた。のけ。水上武太夫の娘の婿である代官、この悪代官とカンタがグルになっているとも知らず。貴様金を取ったに相違あるまい。さあ召し取ってしまえ。知らぬ、拙者人の金を盗むほど冷落してはおらん。黙れ盗っと。つべこべ抜かすな、それ召し取ってしまえ。もはやこれまで、潔く刀を捨て、ついに捕らえられたる番五郎。白状せぬか強情のやつ。身に覚えのないことを白状できるわけもない。何を申すか。とっとに相違あるまい。いや、わしは何も知らん。濡れ衣じゃ。これは罠じゃ。わしは知らぬ。
言わぬとあらば、それ！江戸の侍の渋川番五郎とかやつが金を取った取らないで牢に入れられてるんだ。かわいそうにな、うん、どうもあの様子じゃ濡れ衣だろうて。え、そうに決まっとるわ。まったくまったく、気の毒にな、あの様子じゃ。まったくよ。これを耳にしておりました番五郎のおじ朝山一年斎。こりゃこりゃ中元、うん、待て待て、今の話はまことか。中元、ありていに申せ、嘘ではあるまい。とんでもねえかって。あ、侍が牢の中に。あの、どうぞこの手お話しくださいませ。どうぞ。渋川番五郎という名じゃな、間違いあるまい。あの、牢はずっと多くでございますよ。どうぞ。あっしは嘘と坊主の頭は言ったことねえね。何を言うか。どうぞこの手お話しください。苦しくて。よし、ではその方の衣服俺を借りるぞ。あの、どうぞご勘弁を、あの、ご冗談を。大官所の裏門、一年祭は中元に変装をし、酒だ。これはありがたい。酒だとよ。でもしかし今のやつ怪しいやつだな。うん、これ番五郎。番五郎、わしじゃ、一伝祭じゃ。番五郎、いたら返事をせい。助けに参ったぞ。お、その声はおじうえ。ああ、番五郎か。助けに参った。安心をせい。はあ、おじうえ、ありがたきお言葉。待っておれよ。それ、まず刀を。はあ、しばらく待っておれよ。うん、よし、しからばこの石にて。それ、それ。役人この物事を聞きつけ駆けつけてまいりました。牢破りだ。ご用、ご用。牢破り名、神妙にいとせい。この場はわしが引き受けた。番五郎、行け。片付けない、叔父上、さらば。とうとうたる水の流れを背に放って、番五郎必死の乱闘。へいのけ。のかねば切るぞ。のけのけのけ。およおよおよ、神妙にいたせい。神妙にお縄を頂戴せい。およだ。存分と渓流に身を踊らせた番五郎、だがしかし意に反して次第次第に流されていく。それ逃すな。陣八の娘お米が山仕事の帰りに、あそこに人が、あれを。
新進綿のごとく疲弊した万五郎がようやくのことで川岸にたどり着いたその姿を見たお米は、いつぞや江戸浅草観音境内で避難を救ってくれた命の恩人であることに気づいた。あなた様はいつぞやの。さ、しっかりなさいませ。さ、どうぞこちらへ。お米が帰ったらしい。お父っつぁん、渋川万五郎先生。おお、命の恩人渋川の若先生、役人に追われているかくもってくれ。さあどうぞこちらへ。そしてそこにはすでに妹千代野の姿が。くしき再会。おお、そちゃどうしてこの山深い里に。話せば長いことながら、何やらお話してよいやら。兄父上は、父上は日久喜黒崎天禅みなかみ武太夫に闇討ちされ、哀れなご最後を遂げられました。私は宗平殿とこの境地を兄上に知らせるべく旅を続けておりましたところ、この様子を伺う勘太、実はお米の兄であります。あの侍め、こんなところに隠れてやがったな。これはいいことを聞いたぜ。よーし、またもや黒崎めの仕打ちにより宗平殿とは離れ離れ。うん、黒崎天山水上武太夫め、必ずや父の敵討ってくれる。父上、必ずご無念を晴らしまするぞ。よし。さあまた大感謝に中心すりゃご褒美。あれは兄さんだ。兄さん待って。大観賞へ行こうとするカンタを必死で止める妹のお嫁。兄さん、兄さん待っておくれ。私たち親子にとってあのお方は命の恩人。どうか大観賞へ行かないでおくれ。お主、ご中心すりゃ褒美がたんまりといただけるんで、これはミスミス逃してなるもんか。お主やがれ。なんという情け知らず。やるものか、やるものか。どうか思いとどまっておくれ兄さん。あなし、おのしおれ。妹だって容赦はしねえぞ。人でなし。うるせえの、てめえは。これほど頼んでもダメならば。鬼をしやがるって、こいつ、お、切れも狂ったか。そんなもの、何をしやがる。お米、もうこの上は兄ではない。少年の腐った親不孝者。危ねえ、の、の、の、何しやがるって。離せ、離せ。ちくしょう。万五郎に義理を通さんお嫁の真心、兄に向けたる刃も悲しい。兄さん、やりやがったな、ちくしょう。兄さん、堪忍をしておくれ。こうするよりほか、あのお方に恩返しのできぬ。許しておくれ。私もすぐに冥土へ。お米は我と我が胸に深々と刃を突き立てた。お米、なんということ。お父っつぁん、よくに目がくらんだ兄さんが大観賞へ行くのをとどめるためにしたこと、許しておくれ。お父っつぁん、かんと。どうぞあのお方をお守りしておくれ。お米。哀れお米は虫の息、涙にくれる陣八。山が育ちとはいえ、まこと義に厚き父と娘。おお、不憫なことよ。なんという因果なる世の姿。わしは万五郎の叔父、朝山一伝祭一部始終聞いておった。まことその方らのごとき悟りとこそ、世の地理悪他に染まぬ尊き人の心を持つ者じゃ。娘子の冥福一伝祭祈り申す。お米、こう失った陣八の悲しみ、一伝祭の胸を打った。観楽黒崎天禅水上武太夫。ついに対決の時は至れり。
陣八の案内にて川辺の岩山へと歩を進むる番頃を、父の敵黒崎天然みなかみ武太夫に天中の刃を下さん、ふぐ大天の敵朝山一伝祭千代の番頃を先導を務める陣八、どうぞご立派なお働きを。あちらでござりまする。悪代官の手引きで密かにこの地を逃れんとする黒崎みなかみの両名、待てい、父の敵黒崎天然みなかみ武太夫、うぬらのため無念の最後を遂げ、父の恨み一番を牢を晴らしてくれる覚悟をいたせ。何をふざけ、刃の錆にしてくれる。うぬら仲良く三つの顔を渡るがよい。抜き放ったる大刀、持てい、気によって朝山一伝祭助立ちいとす。あんごろは抜かるな。それ逃げるとは卑怯なり、待てい、死の敵ここ腕に覚えの勇猛番五郎、渾身の刃振るえば悪人ばら次々と倒る。ジャッジ鋭き急敵黒崎天然みなかみ武太夫をついに倒し、見事本懐を遂げるという世に豪遊の誉れ高き渋川番五郎の物語、これにて全巻の終わりで終わります。